したので呪文の料理店という土橋を出版することになりまして、その際に公言者っていう社名もつけていただいたということですね。出版業はもう今はやっておりませんで、こういった民芸品を扱う店としてやっております。コーヒーカップですとか湯飲みだったりマグカップとか、まあ、ご飯の飯碗ですとか、そういった普段使うものから入っていただくと馴染みやすいというか、本当に味が出てくるので、そういう楽しみもあるかと思います。